皆さんこんにちは2019年基礎力実務対策講座計算編第1回目の講義を開始させていただきます担当はアレックス専任講師の伊藤でございますよろしくお願いいたします計算編ということで第3科目目ですね通関実務において出題されてくる問題に対応する講座と いうことになってます、えー、基礎力ですからレックの方ではですねこの通関実務科目に関しましては基礎力それから通常の、まあ、ノーマルのです、ね、通関実務対策講座と。 いうものがあって、さらに上級のですね、パワーアップ講座というものも用意しておりまして、初級から中級、上級までですね、計算編、それからま申告書編も含めてですけれども、用意しております。ま貨物編の方に関しましては、これはま通常の通関に積む対策講座、貨物分類編と。 いうことですね用意しておりまして通関実務科目のまあ特徴的な問題に対応する講座というのは非常に多く取り揃えているというのがまあレックの通関士講座の特徴になっておりますこの計算編に関しましてはあこれは三科目目の通関実務科目の計算式問題ズバリ出てくるもの もあります、ね、これ問ありりままますすすねねこれ問点,2点になってます、ね、そして「課税価学の計算の知識」というのはさらに「輸入申告書問題において申告価学を求めなさい」というような設問もありますのでそこでも答え5個あってその申告価学に関する答えも1問当たり2点という形になりますから3科目目この「通関実務科目は」は 合否を分ける分岐点というふうに毎年言われておりますがこの課税科学特に課税科学の知識というものはですね非常にこの合否を分ける分岐点である通関実務科目の中でも配点より多くの配点を占めるものになりますから通関試試験においても極端に言ったら最重要項目と。 いう位置づけにしてもおかしくないことになりますのでねしっかり基礎から学習していきたいところです。この計算編に関しましては一回目これはあ今申し上げました課税科学の計算の知識関税定率法第四条ですね課税科学の求め方に関する規定ですけれどもそこのの問題があ第一回目それからあ通関実務科目の 中ののの計計算算式問題その他の計算問題題そ他ですね、えー、関税額の計算とかあるいは修正申告延滞税過少申告加算税の計算というものが2問出ますがその2問に対応したものが第二回目の講義で行うとは明日になりまして関税提出法第4条の課税価格の計算に関わる問題これをやっていくことになります。 課税価格の計算をするにあたって、日本の場合はですね、これは輸入庫到着までですね、輸入庫到着までの費用をもって課税価格にするという決まりになっております。しかしながら、輸出者と輸入者、買い手と売り手との間の契約というのは、必ず輸入庫到着まで、これは CIF という言い方しますけれども、CIF に限りません。 輸出を出るまでの契約というものもありますね。いろいろな契約がありますので、まずはまあこれ縦値と言います。買い手と売り手の間でどこまで売り手がですね責任を持って手配するかというようなことを決めるのがまあ簡単に言うと縦値と縦値はそういうような意味なんですね。この縦値に関しましてまあ復習の意味でですねプレゼンターを使ってまず簡単にせ 説明しておきたいと思いいます、はいね、いろいろあります、まあ、これを今映してるものだけではないんですが、えー、輸出国から輸入国に至るまでの費用ですねそして、えー、課税価格というのはこの輸入国到着までの費用ですね、えー、これをもって課税価格としなさいということになります。えー、者と輸と入者の間では先ほど申しし上げましたように、えー いいろいろな縦値,を使います縦値というのは例えば FOB これフリーオンボードというふうな略ですけれども本船甲板渡し価格という日本語がついておりますけれども輸出口においてですね船で運ぶ場合であれば外国貿易船に貨物を積み込むまでの費用ここまでの手配というものを売り手の方ですね輸出者の方が手配しその費用を を買い手に請求してくるといった場合の縦値が FOB 輸出口までの費用ですねした従って FOB 契約を結んだ場合にはこれは売り手は買い手に対して輸出口を出るまでの費用しか請求してきませんからその請求書に基づいて課税価格は算出できません。というのは輸出口から輸入口までの費用と運賃ですねあるいは保険料 ここれは、えー、この売り手が買い手に対して請求してくる費用これ FOB 価格という形になりますからこの費用の中には運賃とか保険料入ってませんからあこの先ですね輸出口から輸入口までに至る運賃とか保険料これを加算しなきゃいけない。えー、縦値が CIF C&F というような場合もありますこれはね。 まあコストというのはこの FOB と同じ意味になりますけどもね輸出口を出るまでの費用それから I はインシュアランス保険ですねそれから F はフレート運賃輸出口から輸入口までの運賃これが全部組み込まれたものが CIF と呼ばれているもので売り手の方は輸入口に至るまでの費用これを手配してまああの 買い手に対して請求してくると、えここまでの手続きというものをね全部手配を行います。これはね売り手の方が行いますので、そのにかかった費用を買い手の方に請求してくる。C＆F というものはこの I が抜けているということで、運賃は入っているけれども保険は入ってないというような契約立て根ですね。立て根。買い手と売り手の間でどこまでの費用を 売り手が負担するかによって F O B C I F C I N D F というふうになってきますね。C I F の場合であれば、輸入口までの費用、これを売り手が買い手に請求してきますから、売り手が請求する金額、まあインボイスの中に書かれている費用になりますけれども、その費用で他に加算要素がなければ、そのままの費用がですね、課税価格にして構いません。C I N D F の場合は、保険に関しては 買い手の方がけるかけかけないかを判断しますのでけた場合には加算要素としまして印象は、ね、これを CIF 売り手が買い手に対して請求してくる、まあ、これ現実支払い価格というものになりますがそれに保険を足して輸入口に至るまでの費用 CIF にするわけですね。他にも工場を出るまでしかですねあの売り手の方が手配しないと。 いった場合は工場での段階での契約になりますこれを EXW と言い方しますまあ工場とか倉庫も同じですけどもねそうすると EXW 工場出し価格に関しましては輸出工までの費用も入っていませんしたがって、えー、売り手が買い手に請求してくる EXW の費用これが現実支払い価格というものになりますけれども これにに、えー、輸入に至るまでの費用これがですね足りてないわけですから加算しないといけない、えー、工場から輸出港に至るまでの輸出国における国内運送費用等です、ね、それから輸出港から輸入港に至るまでの運賃保険料これを加算しなければ CIF になりますね、えー、他にもこの輸入港の先まで契約をまあ 売り手の方が責任を持って手配するというようなものもありますが課税価格はこの輸入口を到着までの時点で構わないということですからこの先まで売り手が手配した場合であっても輸入口から先の費用というものはこれは課税価格に加えなくていい。もし費用が分かるのであればその費用から輸入口からまあ 例えば海底の方の倉庫までの運送費用が入ってたとしたらその分は控除して構わないということですね。はいえー、これが「建値」ということですがそれからまあ課税価格を計算するにおいては次の場所ですが、えー、現実支払い価格と加算要素によって原則的な課税価格というものは計算することになります。そして現実支払価格 えとまあ加算要素、まあ簡単にですね復習をしておきたいと思いますが、えー、現実や大科学条文にはこのように書いてあります。輸入貨物にかかる輸入取引がされたときに買い手により、これですね買い手により売り手に対し、これはまあ買い手が売り手に直接支払う、または売り手のために、売り手のためにというのは 買い手は第三者に支払うけどもその支払いは売り手のための支払いだということですねこれが売り手のためにという表現になっています当該輸入貨物につき現実に支払われたまたは支払われるべき価格買い手が直接あるいは間接的に売り手に対して支払う費用ですねこれが 現実支払い価格ということになりまして現実支払い価格ををににして課税価格を計算すすることになります先ほど、まあ、縦年のところでもお話ししましたがあ買い手が売り手に対して支払う費用これが買い手と売り手の間での契約が CIF 契約ということであればあその現実支払い価格の中には運賃および保険料というものも入っておりますから ああ、ほに加算要素、下に出てくる加算要素がなければですね。それを持って、課税価格にしていいわけなんで、現実支払い価格だけで。これは、課税価格を求める場合もあります。しかしながら、先ほどの例で言った場合の F. O. B. 契約。ええ、輸出口を出るまで、しか、までしか、ああ、売り手の方は手配しない。その、輸出口出るまでの費用を。 売り手が買い手に対して請求してくる場合にはそれだけではこれは課税価格になりませんよねそうした場合なんかは加算要素というものが用意されておりましてまあその足りない部分ですね現実支払い価格だけでは課税価格を求められない場合加算要素というものでこれを現実支払い価格に加算していくということが必要になってきます。では 加算要素どんなものがあるかというと関税提出法第4条においては5項目ですね5項目これが規定されております現地支払い価格に含まれない限度において加えられる価格ですね一番わかりやすいのは先ほどから言ってます売り手と買い手の間の契約が FOB 契約だった場合ですね売り手は買い手に対して輸出口を出るまでの費用しか これは請求していきません現地支払い価格は輸出口を出るまでの費用になりますので輸出口から輸入口に至るまでの費用というものは現地支払い価格に含まれていませんしたがって一番輸入口到着までに要した費用これを現地支払い価格に加えることになるということですね、えー、運賃あるいは保険料だけではなくて例えば倉庫料なんていうものも入ってきますしね もろもろのものが入ってきますんでね、えー、運賃保険料、まあ、輸入口に至るまでに要した費用一切合切が入ってくる例えば輸出国における通手続費用なんていうものもの入ります一方輸入口に到着した後輸入通貫手数料これが発生した場合はどうするのか。これは輸入口到着ままでになりますから 通関手続費というのは輸入口到着後に発生する費用になるので、これは加えないというふうになるんですね。輸入港に到着する前か到着した後かによってですね、これは判断していくことになる。それから二番目は手数料等ということですが、この代表的なものはですね、これは中間手数料と呼ばれているもので。 買い手と売り手の輸入取引を成立させるために、まあ仲介者が存在してですね、その仲介者に対して、えー、まあ労をまあ労仲介者が行った行為に対してですね、その対価として仲介手数料というようなものを、えー、買い手の方が支払う場合があります。えー、まあ売り手が支払う場合もありますが、売り手が支払う費用というのは。 課税価格を計算する上においてはもう現実支払い価格の中に含まれているというふうに考えますのでこの課税価格の計算においてまあ大原則ですけれども売り手が支払った費用を考慮せずというまあ大原則があります買い手が支払った費用が加算すべき費用なのかどうかというところで判断します先ほど言いましたような仲介手数料においても買い手と売り手が その仲介者に手数料を支払った場合は買いい手が支払った分だけを加算すするという形になりますそれから3番目としましては買い手が無償または値引きして売り手に提供した物品または役務の費用ということで例えば服を輸入するにあたって輸入貨物は服だとします。 その服を作るのに必要な生地をです、ね、買い手が売り手に対して無償提供した場合その生地代金というものを加えないといけない、えー、ということですねこれは、まあ、買い手が無償で、えー、売り手に提供する物品というようなものになりますねそれ以外にも機械あるいはまあ製品を作るにあたってもです、ね、金型というようなものを買い手が売り手に対して提供する場合がある。 金型というのはそこに例えばまあプラスチック製品これを作ろうとした場合にその金型にプラスチックをですね流し込めば同じものがいくらでも作れるといったようなものこれが金型と呼ばれているものですけどもねそれを買い手が売り手に対して提供した場合なんかもこれはその金型がなければ輸入貨物作れませんでしたのでえそのようなものも加算対象になってくる。 あるいは燃料ですね輸入貨物を作るために燃料を買い手が売り手に対してね提供した場合、ね、これも当然その燃料がなければ輸入貨物作れませんでしたのでその費用も加算しますあと役務と呼ばれているものこれは無形財産と呼ばれているものでデザインとか設計とか技術と呼ばれているものなんですねこれも買い手が売り手に対して無償提供した場合には 加算対象になりますが、役務はちょっと注意しなければいけないですね。この役務デザインとか技術とか設計と呼ばれているものでもすべて加算するということではなくて、この役務が作られた場所ですね。これによって加算するしないが分かれていきます。本邦日本において設計とか技術とかまあデザインが開発製作されたといった場合は。 これは加算する必要がなくて日本以外でそれらの駅務が制作された場合にのみ加算するというような特徴を持っている駅務はちょっと注意しなければいけないですねそれから4番目に関しましては特許権等の使用の対価というものですがまあ、確立された特許権があったとします 輸入貨物を作るにあたってその特許権をですね、まあ、特許権等ですから特許権だけじゃありませんけれども特許権を使って輸入貨物を作った場合特許権者というものがいますんでその特許権者に特許権の使用料というものを支払った場合この特許権を使わなければ輸入貨物は生産することができなかったということになりますので。 その輸入貨物の価値を反映するためにはこの買い手がですね支払った分ですけどね買い手が特許権者に特許権等の使用の対価を支払った場合にはその費用も加算対象になってくるそれから最後売手帰属収益というものがありますが現地支払い価格買い手は売り手に対して支払う売り手の請求に基づいて支払いますけれども 例えば輸入貨物を輸入した後輸入者がですね再販売例えば小売業者などにその輸入貨物を売った場合当然利益が出ますよねその利益の何パーセントかを後で買い手が売る手にこの現地支払い価格とは別に送るというような契約を結んでいた場合にはこれはまあ現地支払い価格の後払い的な 意味になななりますんでそののでそ費用とといいいいうものも足せないといけないただし売り手帰属収益注意しなければいけないのは買い手が売り手で売り手に対して後で支払う費用が金額が分かった場合にはその費用売り手帰属収益として加算しますがもしその費用はですね売り手帰属収益はあるんだけども金額が分からないといったような場合もあります。 そうした場合はそもそもですねこの現地値値値価格と加算要素によって計算する原則的な決定方法によって課税価格を計算することはできないというふうになるじゃあどうするのかというと原則的なという言葉がありますから例外的な計算方法によって課税価格を計算するという形になります。このように見ていくと えまあ現実支払い額がをもとにえ計算をの基礎をこれが計算の基礎になりますがえここに含まれてない限度において12345のような費用があった場合にはこれを加えて課税価格にするというのが簡単に言うと原則的な課税価格の計算の方法と。 ということになってきます、はいえー、非常に簡単だったんですけどもね、えー、課税価格原則的な課税価学の計算の方法の、えーえー、非常に基本的なあ知識ですねこれを復習させていただきました。はい、それでは、えー、問題の方に移っていきたいと思います。 なおこれから行う問題に関しましてはですねあのこの講座の中では演習時間というものを別途設けておりませんのでできるだけ目を通すだけでもね問題に目を通すだけでもこの講座を見るにあたって前もってやっておいていただきたいと思いますはいでは三ページですね第一問問題の一から見ていくことにいたしますはいよろしいですか まず問題文を読んでいきます次の取引内容にかかる輸入貨物の課税価格を計算しなさい足の1番「輸入者 M 買い手は英国の輸出者 X 売り手との間で婦人服にかかる売買契約を締結した」「仕入れ所価格は FOB 価格で250万円である」と。 こういうことですよねもう一度ちょっとプレゼント扱いますけれども今回の問題の1は FOB 価格ですね建値は FOB ですからこの費用というのは輸出口を出るまで本船甲板渡し価格になりますから外国貿易船にに貨物を積み込むままでの費用になりますこれが現実支払い価格になりますが、まあ、この図を見ても分かるように先ほども説明しましたけれども 現地支払い価格は輸出口を出るまでの費用になりますから輸出口から輸入口に至るまでの運賃とか保険料これはこの中に入ってないんで加算しなければいけないということになりますね。はいえー、FOB 価格250万円を基礎に考えます、はいえー、次はあ足の2番 <laughs> M は輸出口から M の倉庫までの運賃および保険料6万7,000円を負担しているなおこれらの内訳は次のとおりであるということで輸出口から輸入口までの運賃保険料に関しましては加算対象になりますが M の倉庫というとこれは買い手の方の倉庫になりますから当然日本の中にある。 と考えますよねそ,こそれも輸入口の到着した後の費用これがですね運賃保険料6万7,000円の中に含まれているといいますから輸入口から M の倉庫までの運賃とか保険料これが明らかであればこれはその費用は加算する必要はないということになるんですね。じゃあ内訳を見てみます 輸輸出港から輸入港までの運賃4万5千これは輸入口までですからね加算しないといけない次は輸出口から輸入口までの保険料これも輸入口までの保険料ですから輸入口に至るまでの運賃等に入りますので加算します次は輸入口から M の倉庫までの運賃輸入口到着後本邦の のの倉庫までで運賃ですねこれは輸入口到着後の費用ということになりますのでこの1万2千円は加える必要はありません。ですね。それから4番目も輸入口から M の倉庫までの保険料ですねこれも輸入口到着後の費用になります3千円ね。これも加える必要はありません。でですから足の2番では あ輸入口までの運賃4万5,000円と輸入口までの保険料7,000円だけを加えればいいということになるわけです。というあ次はあ足の3番 M は婦人服の製造を X に依頼するにあたりフランスにおいて、えー、日本人デザイナー C が作成した当該婦人服のデザインを 35万円で購入し、X、に25万円で提供していいるということですねこれは先ほどの番書もう一度移しますけれども加算要素の中のこの部分ですね3番買い手が無償または値引きして売り手に提供したまあ先ほどは無償の部分だけ言いましたけどね値引きして売り手に提供した物品に関しましても費用ですね。 そしてこのデザインというのはこの役務に該当するこの役務は注意しなければいけないというふうに先ほど申し上げましたね、えー、本邦において開発された役務であればまあデザインというのは一生と言われているものですけれども役務の中に入りますその費用は加算する必要はないしかし本邦以外で開発されたものは加算します本問の場合はフランスにおいて開発されたと こういう作成されたということですから加算対象になってきますこれはね、えー、そして本部の場合無償じゃないんですねこちらの値引きして売り手に提供したという形ですからあ一部費用ですね売り手は、えー、これは支払ってるわけですよね、えー、35万円で買い手はそのデザインを入手し 売り手の方も25万円払ってますよねその差額です値引きされた部分だけをこれを加算すればいいということですから35万円から25万円マイナスして10万円だけを益務の費用として加算するということになります次は4番 M, M はこれは買い手ですね、M、は 出国の Z に、えー、当該婦人服の検品を行わせその費用として5万5千円を支払ったとありますこれ,まこれは検品というより違う言葉で言うと検査費用ということになりますが出国における検査費用に関しましてはあこれは売り手のため買い手のため双方があります、えー、加算すべき費用というのは現地値代価格の文言を思い出してくださいね 買い手が売り手のために間接的に支払った費用もこれは現地支払い価格を構成する費用になるわけですねその場合は加算うんしないといけませんけれども本文の場合は買い手、M、買い手が、えー、輸出国において検品検査を行わせているわけですねそのように考えるとこの検査費用というのは 売りり手のたために行った検査ではないといととうことがわかります買い手が買い手自らの検査のために支払った費用これが5万5千円だということになりますので、えー、現実支払世代科学のまあ規定ですね買い手が売り手のために支払った費用なのかどうかというところで判断すればいい検査費用もねそういうふうに考えるとこれは買い手は買い手のために支払った 費用になりますから現地支払い価格を構成する費用にはならないということで加算しなくていいですね、えー、検査費用で加算しなければいけないのはあ売り手のために行われた検査でありその検査費用を買い手があ売り手に代わって支払った場合ね、これは買い手が売り手のために、えー、間接的に支払った検査費用ということにな,なりまして 現地支払い価格を構成する費用というふうに見ます本文の場合は書いているためですからこの検査費用は加算する対象にはなりませんですね。一番の大引き金額二百五十万円それから輸入口までの運賃保険料そして駅務に関しましては値引かれた分十万円だけを加算してください えつ後おお二百六十五万二千円ですねえこれが問題一の課税価格ということになってまいりますはいえ続けて問題の二ですねえ <laughs> 足の一番から読んでいきますね <laughs> 輸入者 M 買い手は英国の輸出者 X 売売り手との間で婦人服 5, 着にかかる売買契約を締結し輸入する契約価格は EXW 工場渡し価格で、えー、600万円であるということでまず EXW、ね、もう一度復習しておきますけれどもまた同じものを映しますね。EXW というのは、まあ、工場出し価格ということですから工場を出るまでの費用しか 売り手は負担しておりませんからこの費用を買いい手に請求してくるとううような契約ですねそうすると、えー、FOB よりももっと前のところで、えー、契約は終わってるわけなんで、えー、輸出国における工場まあ輸出者の工場から輸出口に至るまでの費用というものもね、えー、これは FOB 価格には入っているけども EXW 工場出し価格には 輸出保険における運賃及び保険料等ですねこれは入ってませんからこの部分というのもこれは加算対象にしなければならないということになりますはい、えー、そして名を書きがついてますね三行目なお前回の MX 間の輸入における違約金として、えー、X は M に20万円を支払うこととなっていたため今回の仕入れ書価格には当該違約金分を差し引いた額が記載されているとあって工場渡し価格600万円なんだけども売り手から買い手に送られてきた仕入れ書インボイスですねそこには600万円から20万円引いた580万円しか、まあ、記載されてなかったということですよね。 じゃあ現実支払い価格買い手は580万円売り手に対して支払うんだから580万円が現実支払い価格になるかというとそうはいかない。というのはあくまでも輸入貨物の課税価格というのは輸入貨物に関わる価格でなければいけない。万円というのはこれは輸入貨物ではなくて前回の輸入貨物の分ですよね。 今回求めようとする貨物の代金とは異なる部分の費用ということになりますからこれは決済上ですね前回の違約金と今回の輸入貨物代金これを総裁ですね相殺すと書,いてあります書きますけども総裁すると1回の決済で済ませるという意味で20万円を引いているだけなんでこの20万円は今回の輸入貨物に関わる 費用とは別のものになりますからこれは引いてはいけませんですね今回の輸入貨物はあくまでも600万円でなければいけません20万円引かない600万円にしてくださいこの20万円の値引きのことをこれは相殺値引きというような言い方しましてこの相殺値引きは元に戻さなければいけません 総裁値引きの5の費用を現実や大科学に持ってくるわけにはいきませんですね600万円のままです次2番 M は当該婦人服の生産に関連してフランス人デザイナー D が本邦で作成したデザインこれを150万円で購入し AX に無償で提供していると まあ問題の一でもね、えー、デザイン出てきましたあ。買い手が売り手に対して無償提供したエ務ですねに該当します。しかしエ務の場合はどこで開発製作されたかによって加算する加算しないが分かれてきますね。問題の一の場合はあこれはフランスで、えー、製作されていますから本邦以外の製作になりますので加算しましたが。あ 本文の場合は本邦で作成したデザイナーの国籍は関係ありませんこれはねどこで制作されたかが問題になりまして本邦で制作された益務に関しましては加算する必要はないということになりますのでこの150万円これは加算してはいけません次は3番。 X のの工場から輸入口までの運賃及び保険料を46万円は M が負担している当然現地支払い価格はこれは買い手が売り手に対して支払う費用600万円ですねこの600万円の中には輸出国における売り手の方の工場を出るまでの費用しか入ってませんからそこから輸入口に至るまでの費用というのは 当然ですねこれは買い手の方は負担する形になります運送会社等に支払うんですね直接支払うんですね内訳を見ると X の工場から輸出港までの運賃五万円ですねこの費用も六百万円の中に入ってませんから加えないといけませんそれから次は X の工場から輸出港までの保険料ですねこれも、えー E. X. W. 工場渡し価格六百万円の中に入っていませんので加えます。次輸出口から輸入口までの運賃、輸入口までの運賃ですからね。ええー、三十七万円、これも加えてください。問題は最後。輸出口から、ああ、エの倉庫までの保険料。三万五千円、これをどうするかと。いうことですが。本来は輸入口到着後、M の倉庫までの。 日本国内における運送費用等ですね、え、まあこれは保険料ですけれども、保険料に関しましては加える必要はないんです。もし明細として例えばこの三万五千円のうち五千円が輸入口から M の倉庫までの保険料だという内訳が分かっていれば、その五千円は加える必要なくて三万円だけでいいんですが、その内訳が本物の場合。 明確になっておりません明確にできないというふうに解釈してその輸入口から M の倉庫までの費用を加えた費用でしか金額がわからないといった場合はこれは原則的な決定方法は使えないわけではなくてその本来控除すべき費用これを含んだ額全体をですね、まあ、輸入口到着までの費用と見て 全額を加えるという形になってきます。明細がわからない場合ですね。分かった場合はそれを控除していいけど、わからないですね本物の場合ね明細書いてないから、その場合はもう三万五千円〇〇を加えないといけないという結論になってまいります。はい。したがってエックスダブル六百万円とそれから三番の方の輸出後までの運賃保険料。 それからま M の倉庫までの保険料、ね、M の倉庫までの余分な費用が入っていますが全額加えてください都合を合計しますと646万円という費用価格がです、ね、出てきましてこれが本門の課税価格ということになってまいります、はい、それでは問題の2までですね終了したところで一旦ブレイクタイムを入れさせてください はい、えー、それでは再開いたします。はい、えー、引き続き問題をやっていきます。七ページ、えー、問題の三、えー、を見てください。はい、えー、それでは足の一番から見ていきますが、本邦の本邦の機械メーカーである輸入者 M. 買い手は B 国の C. の仲介により B 国のおー輸出者あ X. 売り手から 特殊機械を輸入することになったと、えー、中華者がいるんですね足の2番当該機械の契約価格は C&F 価格で650万円であると C&F ですから輸入口に至るまでの運賃はあこの現実値代価格650万円の方に入っておりますが 保険は入ってないなですね。保険費用はまあ後の方で出て,くるか出てくれば加算ということですけどもね現実社会価学はこれは保険料なしの費用だということですね。650万円がこれが基礎になる金額ということになります。次は足の3番 M は契約価格とは別に次の費用を支払うこととなっていると。E、ですね。輸出口から輸入口までの保険料4万円運賃に関しましてはこれはあの売り手の方が運送会社と契約して一旦払ってるんですね運送費用を払ってその費用も含めた金額を改定に請求してきているそれが650万円。 しかしその中には保険料入ってませんから保険料を買い手が別途保険会社と契約を結んでその費用を払った場合には輸入口に至るまでの費用であればねその費用は加算しないといけません。これは輸入口までの保険料ですから4万円加算すするとということになります次はロ C に対する仲介手数料。 X も同額を C に対する仲介手数料として支払う契約価格の2%ということですねこれももう一度映しますが加算要素としてですねこの部分ですね2番手数料等というものがあって仲介手数料などはここに入ってきます買い手と売り手の間に立ってですね 輸入取引の契約等を成立するために尽力したものに対してその対価としてね払う費用これはまあ仲介手数料というものは代表的なものですけどね代表的な仲介手数料が発生しておりますのでこれは加算対象になってくるその仲介者が行う費用というのをねどのようなことを仲介費用として加えるのかと。 いうことですがここもですね板書を使います、えー、問題の三、仲介料その他の手数料どのような行為をややればですね仲介料等に該当するかというと大きくと図にまず分かれますがいは売り手及び買い手のために輸入取引の成立のための仲介業務を行うものに対し買い手が支払う手数料買い手ですね本物、えー、の場合 X も同額の費用を C 仲介者に支払っているというふうに書いてありますが売り手が支払った費用大原則考慮せずですねということですから売り手が支払った費用はもう現実支払い価格の中に組み込まれているというふうに考えますから加算しませんそれ以外にもですね仲介料その他の手数料の中にはどのような費用もある。 輸入貨物の売り手による販売に関し売り手に代わり業務を行う者に対し買い手が支払う手数料ですねどのような業務を行うかというと 1, 2, 3とあります。契約の成立までの業務ですねそれからまあこれに近いですね2番は商品の引き渡しに関する業務3番はクレーム処理に関する交渉を行う業務これを売り手のために 行ったものに対して、まあ買い手がその費用を支払った場合にはですね、これは仲介料その他の手数料ということになって加算します。注意しなければいけないのは、これは売り手のためにこのような仲介業務、まあ売り手が絡んでないといけないです、ね。売り手が絡んでないといけない。しかし手数料等でも買い手のためだけに行った業務。 これに対対する対価は買,、ね、買い付け手数料なんてものは代表的なものですが買い手のために行った業務に対して買い手がその対価として支払う費用というものはこれは支払あの加算する必要はありませんからね代表的なものが買い付け手数料と呼ばれているものです。はいえー、本文の場合ははこれはあ 仲介手数料というふうふになっています、えー、売り手と買い手の間に立って、えーえー、輸入取引を成立させるためにね行った費用になってきますので加算します、えー、X が支払った費用は先ほども申し上げておりますけれども、えー、これはあ売り手が支払った費用を考慮せず売り手が支払った費用はもう一切合切契約価格の中に含まれていると いうふうに解釈しますので、このお費用というものは加える必要はない。買い手が支払った2%だけですね。これを加算すればよろしいということになってまいります。はい、次は三の派ですね。X が事故のために第三者である検査機関に依頼して。 輸出口で行った検査に要する費用ということで検査費用お問題の1でも出てきましたけれどもおけ問題の1の場合は買い手が買い手のために行った検査費用これを買い手が支払ったために現実支払い価格というものを構成しませんなぜならば現実支払い価格というものは買い手が売り手のために支払った費用直接的でも間接的でもいいですけれどもね そういうような費用であれば現実支払い価格を構成する費用になりますので、えー、加算する必要がありますしかし、えー、買い手自らのために行った検査費用は売り手のためにの費用じゃありませんから加算しなかったんですねしかし本問の場合は X これ売り手ですね売り手が事故のため売り手のために 第三者である検査機関に対して輸出口で行った検査費用売り手のたために行った検査費用なんですねそれを売り手が支払うのではなくて買い手がその費用を払ってるわけですね。払ってるということになると買い手は売り手のために、まあ、間接的にですね検査機関に間接的に支払っていると。 ということですから売り手のために支払った費用現実支払い価格を構成する費用になってきてますのでこれは加算しなければいけないということですね。はいえー、以上、えー、現実支払い価格、まあ、C&F650、ね、万円を基礎に、えー、保険料4万円それから仲介者 C に対する M 買い手が支払った2%の部分だけをプラス。 そして、えー、検査費用も、えー、買い手が売り手のために間接的に検査機関に払っていますから15万円加算してください。えー、以上、これを合計しますと682万円ですね、えー、これがあ問題の3の課税価格ということになってまいります。ははいいよろしいですかね、えー、次はあ問題の4 <coughs> 足の1番輸入者 M 買い手は B 国の輸出者 X 売り手が製作した家具300単位を購入する契約を締結した今回輸入する貨物は家具ですね300個輸入します。 契約価格は CIF 価格で1単位当たり2万8,000円である CIF ですから FOB コストの C ですねそれから I インシュアランス保険料 F フレート運賃ですね輸入口に至るまでの運賃保険料も含めた価格これが1単位当たり家具2万8,000円であるということですね。 したがって現実支払い価格は2万8,000円 ×300 単位ねこの金額を基本にして課税価格を計算していくことになります次は足の2番 M は当該家具を製作するのに必要な製材を B 国内のメーカーから1単位当たり8,000円で購入し X に 7, 円で提供しているここでやはり買い手が売る手に対して今度は無償じゃないですね値引きして提供している物品この製材を元にして家具を作ったわけですからこの製材がなければね家具作れなかったわけですね。500円1単位あたり500円だけ安く提供していますから。 値引かれた分だけが加算対象になってくるということですね。えーうん、そして名前書きがついてます。なおこの提供に際し、際して M は生産中のロスを見込んで3%多い数量を提供している。1単位当たり500円値引かれてますから1単位当たり500円加算すればいいんだけれども。 個数は輸入貨物は300単位ですね300単位しかし送っている部材これは、まあ、製材ですね製材は300単位分だけじゃないんですね300単位かける1.03 3%多い分だけですね送っていますこれはね309単位分送ってんですね じゃあ余分に送ったその部分というのは加算すべきかどうかということですがこれ生産ロスというのはどういうことかというとまあ工業製品主に工業製品なんかはですね例えば100の単位の部材が輸入貨物を作ろうとした場合ねじゃあ100個分だけのねギリギリの材料で100個全部できるかというと。 やはり生産でミスする場合が出てきちゃいますねそういうようなことを見込んでですね通常はこれはちょっと多めに材料を用意しておくというのが一般的なんですね例えばまあぶどまりなんという言葉があるんですけれどもぶどまりというのはこれはまあ通貨試験の中でも最近の試験で出てきた言葉なんですけれども今 申し上げましたように工業製品に関しましては100個の製品を作るにあたって100個分の材料だけではなかなか全てを作ることができない例えば本文のように3%多く用意しておいて、えー、まあ製作するにあたってミスが生じたそのミス分も含めたものを用意していく。 97キロ分の製製製品ができたとした場合、これブドマリ97%という言い方しますね。そのような形でですね、生産のミスが出ることが当然考えられます。そうした場合、生産ロス分も含んだ材料を送った場合はですね、その生産ロス分も含んだ材料をすべてを加算対象にするという考え方になるんですね。 したがって、今回も三百九単位分ですね。三パーセント多いですから、製剤を送ってます。九単位分多いんですけども、それは生産度数を見込んで送っているわけなんで。えー、この費用というものも加算対象になってきます。これはね、三百五百円かける三百九ですね。三百九単位を買い手が売り手に対して。えー まあ値引いてね送った費用として加算しなければいけないということですね生産ロス分も含んだ材料分をですね加算しなければいけないことになります、はい、次は番足の三番,番はこれも検査に関わる文章ですね。 M は M の社員を X の工場に派遣して当該家具の製造過程において検査を行わせた当該社員を派遣するのに要した費用は30万円であり M が負担したということです。ここもやはり1番3番のと同じようにですね検査費用というものが出てきまして M 買い手がその検査費用を負担しています買い手が支払っています。 じゃあ本問の場合この検査は誰のために行ったかというと M 自身がね製造過程において検査を行わせたという形になってますんでこれは M 買い手が買い手のために行った検査というように位置づけますそうするとこれは売り手のための検査費用を買い手が支払ったわけではありませんので加算しなくていいという結論になるわけですね この検査費用は加算せずということですね現実支払い価格を構成する費用にはならない現実支払い価格は何度も繰り返しますが買い手が売り手に対して直接支払う費用プラス買い手が売り手のために第三者を経由して支払う費用というものも入ってきます。はい、次は4番、うん 当該家具を運送するにあたり特殊な梱包を施した当該梱包に要する費用24万円は M が契約価格とは別に梱包業者 C に支払っているその内訳は材料費14万円人件費10万円であるということですね。 これもです、ね、あの加算要素の中の部分で,です、ねまあ、手数料等と書いておきましたけれども実はこの中のです、ねまあ、手数料は仲介手数料を代表的なものですがこの等の中にはです、ね、梱包費用あるいは容器の費用というものも入っているんですね梱包費用といった場合はこれはまあ家具を、ね、裸で持ってくるわけにはいかない。 えーまあ、傷ついいちゃいけませんからねそのためにちゃんとした梱包をするわけですが本来は、えー、本物の場合は CIF 価格になってますからあ輸入国に至るまでの費用これを、えーまあ、売り手がです、ね、全部手配してやるんで本来は売り手が支払うものなんだけれども買い手がその梱包費用支払っているといった場合はこれは加算要素この手数料等の中に入ってきますね。 ここにに加える形になりますしたがって梱包費用を加えますが問題は、えーと人,件費ですね、人件費をどうするかということですが梱包をするのにはです、ね、材料だけでは梱包できませんね人手が加わってその人手によって梱包していく形になりますから。 実態的にはその人手がなければねこれは梱包できないわけですから人件費も含めた費用を梱包費用として加算するということになります。したがって24万円丸々ですね人件費10万円も含めた24万円まるの金額これを加算することになります。はい、以上 元になる CIF 価格は2万8,000円 ×300 単位そして買い手が売り手に対して値引きして提供した部分は生産中のロスを見込んだ3%を含めた材料ですね値引かれた部分が500円ですから500円 ×300 単位ではなくて309単位 300×1.03 ですから309単位分を買い手が売り手に対して 値引きして提供した費用として加えます。さらに梱包費用二十四万円これを加えてください。合計しますと八百七十九万四千五百円これがですね問題の四この課税価格ということになってまいります。ここではまあ生産ロス の分も加えるんだよというようなところねしっかり覚えてくださいそれから梱包費用には人件費も含まれるというようなことですねこの辺りのところは一つポイントですはいえでは前半の講義ねえは最後の問題にします問題の5番11ページですね。足のの番輸入車 M 買い手は、B、国の 輸出者 X 売り手から電気機器400台を輸入する足の2番当該電気機器には特許が使用されておりその使用の対価として X は特許権者 Y に1台当たり200円を支払うということで、えー、ま特許権なんていうものが出てきました。特許権も 再三ですけどもね加算要素の中に入ってきてます特許権等の使用の対価ってあります加算要素ありますこれはあくまでも買い手が支払った場合ですね買い手が支払った場合はあこれは特許権の使用の対価加算対象になる可能性があるんですね しかし本文の場合よく注意してくださいね時々 M を、X、に変えてくることがありますんでね注意してください。問題文の2番足の2番は1行目の終わりこの特許権者に特許権者、y、に1台当たり200円を支払ったのは誰ですかということですね。X、ですこれ、ね X、はこれは売り手ですね。 買い手が支払った費用ではない売り手が支払った費用になりますから売り手が支払った費用を考慮せずこの費用はもともと足の算に出てくるね、契約価格1台当たり1万8000円の中に含まれているというふうに考えてください含ま含まないと売り手が損してしまうんですよね自分が支払った費用 買い手に対して請求しなければ売り手がその分取り損なっちゃうということになりますからね損してしまいますから全部入れてくるということですね売り手が支払った費用考慮せずそして3番今申し上げましたように契約価格は C&F 価格で1台あたり1万8,000円ということですから1万8,000円 ×400 台ですね C&F。F まあ保険料がが入ってまませんけどねね、えー、これが基本ににななる金額72万円です、ね、になりますり、えー、特許権等の使用の対価ねこれは売り手の支払いの場合は考慮せず、えー、特許権等の使用の対価に関しましては今回は加算しませんけども特許権等ですからそれ以外にもですね、えー、実用新案権とか衣装権、まあ、これデザインですねデザインなんか 今ままでも,もう出てきてきすねこれ遺輸権券」といいますがそれから「商標券」「著作券」などですねこれらの使用の対価」これを買い手が支払う場合であってもですねもし買い手が支払う場合であっても2つの要件を満たしたときに初めて加算対象になります。じゃあ2つの要件って何かというとまずはその使用の対価が輸入貨物に関わる ものであるここととということねそれからその使用の対価を支払わなければ輸入取引が成立しない、えー、まあ違う言い方をすると輸入取引の条件になっているということですけれどもこの輸入貨物に関わることそれから輸入取引の条件になっているというような要件この2つを満たした時に初めて消、えー、特許権等の使用の対価は加算対象になってきます。 本門の場合は売り手の支払いですから加算加算はしないということですね買い手が支払った場合は今のような要件を満たした場合ということになりますただしもう一つ注意事項としましては特許権等の使用の対価に非常に似たものとして複製権というものはありますその複製権を買い手が支払った場合であったとしても複製権の場合は加算対象にはならないじゃあ複製権って何かと いうと輸輸入入貨物を輸入してですねその輸入貨物を使って日本国内に輸入した後大量生産するようなもの例えば、えーまあ、レコード今はまあ CD になりますけどね CD でも同じですけども音楽これをですね CD に焼いて日本国内で売ろうとする場合にその音源ですね CD の元になる楽曲 これを輸入するまあテープでもいいですけども、まあ、CD マザー CD とかねでもいいですけどねそのマザー CD を輸入するにあたって、えー、複製券がですね付いた場合複製券を買い手が売り手に支払うというような輸入取引の条件になった場合この場合は。 日本国内で大量生産することの権利になるんで輸入,貨物輸入段階での権利というふうふなな位置づけになりませんそうした場合にはその複製権輸入貨物を輸入した後大量に CD を作るという権利ですねこのような権利を買い手が支だったとしてもこれは加算する必要はないということがありますから複製権は加算せずと。 というところもね覚えてくださいはいそれでは次は4番ですね足の4番「M は当該輸入貨物の広告宣伝を行うことになっている」「M は当該広告宣伝費として40万円を本邦の広告代理店に支払う」と。 いうことですね、買い手が支払った広告費用ですねこれをどうするか実は広告費用ですね広告というのはどういう効果をもたらすかというと当然買い手がその広告を行うことによって輸入貨物が輸入された後ですね日本国内で多く売れるという効果が、まあ、それを期待して広告を行うわけですね。ですから買い手のために行っていると。 いうふうふなな見方になりますしかしながらよく考えてみると輸入貨物が日本国内で多く売れるということはその前の段階売り手から見たらその分だけ輸入者は、まあ、買い手が売り手からその貨物を買ってくれるということにもつながりますよね。間接的ににには売り手のために支払う費用に 考えられないこともないんですしかしながら広告宣伝費に関しましては間接的に売り手のための費用にはなるけれどもその費用は加算する必要はないというふうな規定になっておりますからね間接的には売り手の利益になるんだけども加算する必要はないということです加算しません次は五番 M は X との契約において当該輸入貨物を受領した日から30日後に当該輸入貨物の代金を X に支払うこととなっており当該輸入貨物の代金に加えて30日分の金利として契約価格を1%支払うとあって、えー、1万 8,000×400 台72万円 本来であればすぐに支払えばね売り手の方も万々歳なんですけれどもちょっと資金繰りがあるんで30日間支払い待ってくれませんか後払いにしてくれませんかという交渉が成立したわけですねまあしょうがないねということで売り手も納得したわけですがでもねと30日間私はあなたからお金をもらえないそうなるとやはりこちらの方もね大変なんで。 30日間後払いにしていいけどもその分金利負担分ね72万円に1%分ですね7200円ですねこの分を金利負担分として支払いなさいとそしたら1か月後支払ってもあの私に送ってもお金を送ってもいいよというようなことですねそういうようなケースです。 後払いになったときに金利負担分としてその現地社代価格にプラスアルファされてくるようなものこれを延べ払い金利という言い方しまして延べ払い金利はこれは輸入貨物の代金そのものに反映されるものではありませんのでこれは加えなくていいということですね。払いい金利という言葉になります次は足の6番 M は当該輸入貨物の本邦への運送に関して保険を付していないなお同様のものを運送する場合に通常付される保険料は4万円であるということで、えー、課税価格は C 価格格は CIF ににしなななさいといとううような決ままりになっています輸入口に到着するまでの運賃および保険料ね これが現地支払い価格に含まれてなかったらそれを加えなさいということですね CIF が課税価格だというふうなことを規定されておりますけれども運賃に関しましては必ずこれはかかりますよね輸出口から輸入口に至るまでの費用これただで運べませんこれはね必ず費用がかかるはずなんで運賃はこれは加算対象になってきます当然ねそして保険もこれは 輸出口から輸入口までにおいて買い手なり売り手なりがねこれがその保険をかけたということであればその費用は加算しないといとけませんしかし保険というものはかけるかかけないかは当事者の任意の選択に委ねられます。かけないものに対してまでこれは無理やりどこからその保険費用を持ってきて加算するという必要はありません。もし 保険がです、ね、かけられてなかった場合はかけられててていいいななな状態のまままで課税価格を算出してかまわないとということになっています。運賃は必ずかかりますからあーであのそれを考慮しないわけにはいかないんですが保険に関しましてはかけた時に限り加算すればいいかけてないものに対しては加算する必要はないということになりますからこの費用かけてませんのでね 無理やり、他から、課税価格を、としてですね、加える必要はありません。ですね。四万円は加えなくていい。結果としましてはですね。えー、これは、あの、一番と三番だけですね。現実世大価格だけです。一万八千円かける四百台。ですね。基礎になる金額、まあ、現実世大価格ですけれども。この費用だけで課税価格になってしまうということですよね。えー 足の2番も4番5番6番もね、これは加算する必要がない費用だということになって問題の5は振興価格課税価格は72万円だけだということになりますはい、ここまでが問題の5ですでは問題の5まで終わったところですね。10分間休憩をとりたいと思います